後ろにファンダイクがいる安心感は異常。前に遠藤がいる安心感もな、その隣にマクアリがいる。ファンダイクは全体の守備は自分と渡るでマネジメントしてるってコメントしてた。すごいな、まさか遠藤がアジアで一番になるなんて思ってもいなかった。そこそこすぐにヒットして世界トップクラスの活躍ができるとは素晴らしい。守ってる竹手は日本のテレビでは報道されない、こんな地味なのしか出せない日本サッカーが悪い。遠藤は全然地味じゃないぞ。また相方のコナテ役アンサーも足早いんだな。これが CB やってたけど、遠藤みたいにリスクヘッジしながらブルドッグのように食いついていく DMF は本気でありがたいよ。そういうやつが鉄火場に突っ込んでいくことで、仮にかわされても相手はバランス崩れた状態からの攻撃で対処しやすい。今季の大工が怪我もせずに安定してるのは、前で遠藤が代わりに潰れてるのも大きいと思う。その後ろのケレハーもエグいしな、大工の背後にも鉄壁の守護神がいるのは大きいわ。俺もセンターバックやってたけど、DMF はあんまり関係なかった。結局俺らセンターバックが全て守ってた。遠藤が枯れない時は張り付いて、幕張か大工が勝ってるもんな。完成されすぎてるわ。大工の鉄人ぶりは異常心のフィジカルエリート。